珍しい。お兄ちゃんの携帯鳴ってるよ。なんだと？よし、とりあえず切っといてくれ。何がよしなの？いや、だって俺に電話してくる人なんてろくなのいないし。なるほど。じゃあ切っとくよ。お、え？ごめんお兄ちゃん、間違って通話ボタン押しちゃった。お、あ、ノラ出る。はい。もしもし、先輩？ちょっとこれから駅前まで出てきてくれませんか？え？なんで？前から行きたいなって思ってたケーキ屋さんがあってですね。一人で行くより二人で行った方がいろんなケーキを食べられるじゃないですか。というわけで、待ち合わせは30分後でいいですか？よくないんだよな。そういうのは葉山に声かけろよ。葉山先輩は忙しいかもですし、それで断られたら年明けから幸先悪いじゃないですか。その点、先輩は暇ですし。あのな、俺だって用事の一つや二つ。あ、お土産のケーキを買って帰れば妹さん喜ぶんじゃないですか？それある。でしょ、きっと妹さん、何でしたっけ、お米の。お米じゃねえ、小町だ。引き換えよ、小町。それそれ、小町ちゃん。受験で疲れた心と体に甘いスイーツは染み渡りますよ。ほんとそれな。はい、じゃあ決まりですね。30分後に駅前で待ち合わせましょう。先輩、遅れないで来てくださいね。私のこと何だと思ってるんですかね。いいから早く選んじゃって。あ、そうですね。じゃあ私はこれとこれと、先輩は1段目のここから4段目のこの辺までですかね。ちょっとその豪快な買い方やめてね。俺石油王じゃないのよ。冗談ですよ。よかったな。先輩、そのケーキも一口もらっていいですか？いやだ、自分のがあるだろ。え、くれないんですか？先輩どうしてここにいるんですか？少なくともお前にケーキを奪われるためだとは信じたくないけどな。なんだ、ちゃんと分かってるじゃん。
しかして今口説いてましたか？私の女の子らしい可愛い嘘の言い訳を見破ったかのような大人の余裕にはちょっとときめくものがありますが、今は普通にケーキが食べたいだけなのでごめんなさい。そう、君正直ね。っていうか先輩、そんなに一人で食べられるんですか？本当俺なんでここにいるんだろう。なんで4種類も買っちゃったんだろう。まあまあ、それが男の解消ってやつですよ。分かったよ、好きなだけ食い。はい、いただきます。先輩と一緒に福袋買ったじゃないですか。ん？ああ、正月のあれか。私、新しい服着て出かけたいんですよね。あのスカートとか本当に可愛いし。だから、今度どこか行きませんか？どうしてだからになるんだよ。ケーキと違ってスカートは分け合いっこできないし、小町へのお土産にもならないだろ。うわ、出たへりくつ。何言ってるんですか？思い出はシェアができる最高のお土産ですよ。何？今だって私と先輩でシェアする思い出なんですから、大事にしてくださいね。うん、嘘、そうか。もう先輩、好き嫌いは良くないですよ。違うから、それ最後に食べようと思ってたやつだから。そうだったんですか？ごめんなさい。じゃあ、はい、あーん。いや、もういい。食っていいぞ。いいんですか？ありがとうございます。先輩、今日は楽しかったですね。妹さんにもケーキ喜んでもらえるといいな。じゃあ、私はこれで。先輩、またデートしてくださいね。暇だったらな。